よく晴れた天気になりました。ほっともっとフィールド神戸です。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対埼玉西武ライオンズの1回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンアップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番注目です。クリーンアップが登場します。バッター森、前回のゲームではマルチ安打を記録しています。ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上のピッチャーは桑田、そしてキャッチャーはキース。このバッテファーストランナースタート、キャッチャー二塁走、タッチアウト、盗塁失敗、ランナーの進塁を許しませんでした。いや、これは見事な送球でしたね。守ります。1回の裏、これからバファローズの攻撃が始まります。バファローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますライオンズはご覧のような守備陣です。ライオンズ、マウンドに上がるのは先発のニール、バッターはキース。前回のゲームではホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。打撃好調でしたよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球ボール、ファウルになります。ここもファウルです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは新井、前回のゲームは5安打の大活躍でした。いやー、当たってましたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ニール、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。打ちました。ここは打ち上げています。セカンドが落下点に入ります。取ってツーアウトです。バッターは3番のトレーシー、ツーアウトになっています。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。打ちました。外崎、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。バッターは DH 栗山、前回のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目打ちました。牧掴んで3アウトです。ランナー出ましたが、ライオンズ得点には至りませんでした。2回裏に入ります。さあ、バファローズこの回は4番から始まります。小栗打席に入ります。前回のゲームでホームランを含む5安打の大活躍でした。打撃好調でしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。初球打ち、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。これで7試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターは注目のルーキー栗、前回のゲームでは驚くような活躍を見せました。いやー、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。ヒットでランナーを1塁に置いています。ランナー走りませんね。赤星さん、ここは走ってこないんでしょうか。そうですね、まあバッターのために引っ張った、取った、二塁送球、二塁アウト。バッターは鈴木、ゲッツー崩れでランナーは残っています。これが1球目。ランナー動きませんね。初球から走ってくるケース多いんですけどね。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。気になる攻撃です。インコース決めました。ツーボールツーストライクです。変化球が高めに抜けます。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。引っ張った、サード取った、
二塁は無理、一塁送球、ツーアウトになりました。さあバファローズ先制のチャンスを迎えています。まあ取れる時にしっかり点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには金村入っています。これが初球、初球打ち、弾き返した打球はセンターへ、金子が掴んで3アウトです。先制のチャンスがあったバファローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回の裏0対0同点です。赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか。まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね。そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。打ちました、源田、アウト、ワンアウト。バッターは注目のルーキー水口。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。チャンスで打ってましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。ニール、まずは先頭バッターを打ち取っています。真ん中打ちました、ヒットになった。これで6試合連続安打、ワンアウトランナー1塁となりました。打順は1番に帰ります。バッターキース、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。インコース詰まりました、ここはフライになっています。外崎が掴んで2アウト。2番バッター新井、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。セーフ、ランナー動きませんね。初球から走ってくるケース多いんですけどね。走ってきた、キャッチャー送球してナイス盗塁成功です。きっちり盗塁を決めてきました。いやー、さすがという走塁でしたね。ファウルになります。打った、ライト下がる、抜ければ先制ですが、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達。バファローズ1点を先制しました。ライトオーバーのタイムリーヒット、1対0バファローズ試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという感じですよね。ここで先制点が入りました。バッターボックスには3番トレーシー。バファローズこの回1点を入れています。さあ先制に成功してなおも追加点のチャンスを迎えています。いい感じでつながってますんで、切らさずどんどん行ってほしいですね。はい、さあここも続くことができるでしょうか。ファウルになります。追い込まれてるんで際どいところは手を出していかないといけませんね。ダーッと当ててしまいました、デッドボール。ああ完全にすっぽ抜けてますね。さあそしてバッターボックスには小栗入っています。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。次が2球目、ノーボール2ストライク。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。三振で攻撃を終えました。しかしこの回バファローズ見事な攻撃でした。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。バッターは5番クリ、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。初球打ち、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで7試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張っていきました。いや本当にうまく反応しましたよね。さあそして打席には鈴木入ります。さあ追加点のチャンスです。ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほど、そうですよね。さあ3球目は何か、内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように、空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。ここは打ってほしかったんですけど、
まあただね、次が彼ですから非常に期待がかかりますよね。はい、その期待のかかる金村バッターボックスです。真ん中のボール打っていった、レフトの前でワンバウンド落ちました。バックホームするレフト前ヒット、これで7試合連続安打。これでサードまでランナーが進みました。いや本当にうまく反応しましたよね。さあそしてバッターボックスには牧入っています。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取って。しっかり捉えた、これは大きな打球、左中間深々と破っていった、サードランナーホームイン、中継にボールが送られる、バッターランナーは二塁到達、バファローズ追加点、2対0になりました。さらに三塁二塁のチャンスが続きます。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。試合中盤徐々にリードを開いてきました。バッターボックスには9番水口、バファローズこの回1点を入れています。さあ2点をリードし、なおもリードを広げるチャンス、打った、サード取った、一塁アウト、ランナー三塁二塁は変わりません。さあそして打席にはキース入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きい。スタンドに入ります。低め、これは外れた、いい当たり、ぐんぐん伸びる、伸びていく、ポール際切れました。入っていれば貴重な追加点というところでした。これは入るでしょうね。ぐんぐん伸びていく、入った、ホームラン、キース今シーズン第8号のスリーランホームラン、これで3試合連続のホームラン。追い込まれてからの変化球、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ5対0、ここ一番の集中力が光ります。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。この追加点は理想的にことが運んだと言ってもいいでしょう。2番バッター新井、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。いやー、そこでよく打ってくれましたよね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。痛烈、ファウルになります。ここは臭いところも打っていかないといけませんね。なるほど、そうですか。これもファウル、打ちました、大きな打球になった、伸びていく伸びていく、スタンドには届きません。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、2アウトランナー二塁。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます。打ちました、セカンド取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ4点を追加しています。5回の裏、さあバファローズこの回は4番から始まります。小栗バッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。さっきは見送っての三振でしたよね。はい、打った、右中間に大きな打球、この当たりはどうか、右中間真ん中破りました、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。打った、高く上がった、ライトバックバックバックする、フェンス直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、6対0になりました。バファローズリードを6点に広げています。打ちました、レフトに強い打球、レフトバックするバックする、レフト深いところ破っていきました、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、7対0、バファローズリードを7点に広げています。バッターボックスには7番金村、先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、バットが触れてますよね、いいスイングしてると思いますね。期待しましょう。
このカウントは狙うゾーンを少し広げている感じでしょうね。なるほど。打ちました。取った。一塁送球アウト。ワンアウトです。8番バッター牧、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。インサイド落ちました。これはセンターへ抜ける。ホームに送球。これでマルチヒット。ランナー三塁一塁となりました。この水口、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。はい、チャンスで打てているっていうところが素晴らしいですね。文句なしに絶好調ですよね。なるほど、そうですか。さあここは好調。3球目打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。2塁へ送球。サードランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。8対0。バファローズなおも三塁二塁のチャンスです。打順はトップに帰ってヒース。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームラン。打ちました。ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。ライト見送った。スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ11対0。ここ一番の集中力が光ります。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少バッターボックスは2番新井。前の打席はツーベースでしたからね。はい、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。山川抑えて2アウトになりました。ここは当然という交代でしょうか。ライオン、さあマウンドに上がったのは野田。今シーズン3試合目の登板です。この打球は初球から積極的に行きましたが、最後はファールグラウンドへの当たりで3アウト。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。2回の裏、ランナー2塁のチャンス、手を出しますが外野へのフライに終わります。先制のチャンスを逃します。打順は1番に帰ります。バッタースパンジェンバーグ、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナー1塁はセーフ。さあ初球は何か。初球打ち。この打球はフライになっています。ショートが落下点に入ります。掴んで2アウトです。バッターボックス源田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。引っ張った。水口一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがライオンズ得点はありませんでした。6回の裏、さあバファローズこの回は4番から始まります。バッターは小栗、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。打ちました。伸びていく。外野ヒットになりそうだ。右中間破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー2塁です。打った。センターに強い打球。これはどうか。追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。12対0。バファローズなおもチャンスです。打席には6番バッター鈴木、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで。2球目打ちました。ここは打ち上げています。掘ってワンアウトです。7番バッター金村、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。引っ張った。三塁線破っていった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー三塁一塁。バッターボックスは8番牧、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナー三塁一塁に変わった。バッターボックスには代打の山本。まあ今のうちにリードを広げておきたいですけどね。
初球打ち、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、13対0、バファローズなおも2塁1塁のチャンスです。ここでバファローズ第3初球は何で来るか、打ちました、痛烈な打球、わずかに左に切れました、ファールボール、引っ張った、サード取った、三塁そのまま入ってフォースアウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。さあバッターはキース、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。まずは見送ります、ワンボール、中村一塁を送ります、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。バッターボックスには4番中村、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。フォアボールのランナーが出ています、牽制セーフ、2球目は何で来るか、体に近いところ、打ちました、取った、二塁を送ります、セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。赤星さん、ここまで最高の形で試合を進めているでしょうね。そうですね、今日はもう本当に思うような展開になっていますよね。打った、外崎掴んでワンアウト、3番バッタートレーシー、先ほどの打席はファールフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。バッターボックスには代打のデイビス、まあこの回でリードを広げておきたいところではありますからね。打ちました、これは大きい、伸びていく、外野大きな打球になった、これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは二塁まで進みました、これで7試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました、いい当たりだ、ライトが下がっていく、頭上ぐんぐんだ、そのままスタンドに入りました、ツーランホームラン、これがチーム3本目のホームラン、初球でした、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました、追加点が入りました、オリックスバファローズ15対0、頼れる4番の一振りでした。打席には5番バッター九里、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。初球ボール、ボールになります、ボール先行です。三塁線、中村掴んで、これでマルチヒット、2アウトランナー一塁、バッターボックスは7番金村、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。高め空振りです。打ちました、左中間に落ちました、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー三塁一塁。初球空振りです、見送ります、低め空振り、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打った、レフトに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてレフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します、レフトオーバーのタイムリーヒット、
バファローズ、なおも三塁二塁のチャンス。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手のギャレット。バッターボックスには代打の粟口。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。まず何を投げてくるか。まずはボールから入りました。失投気味でしたが空振りを取ります。バッターファーストを取った。一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。バファローズのリード広がっています。バッターボックスには指名打者の栗山。先ほどの打席はライトフライに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。打ちました。セカンドの右抜ける。栗山ヒットが出ます。ノーアウトランナー。バッターボックスには代打の岡田。里崎さん、ここで変えてきました。そうですね、まあただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね。さあここをしのいでいけるかどうか。打ちました。セカンド取った。二塁へ。アウト。ここは二塁をアウトにしています。一塁はセーフ。ゲッツーは取れません。9番バッター金子。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナー一塁三塁です。内へ。これは決まった。ワンボールツーストライクです。高め際どいがボールになります。ここは空振りで三振を取ります。これでツーアウト。打順はトップに帰ってスパンジェンバーグ。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナー一塁三塁です。インコース低めストライク。次が3球目。大きく外れました。インコース低めのストライク。さあバッター追い込まれています。ピンチの場面でしたが空振り三振を奪います。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがライオンズ得点には至りませんでした。バファローズ大量リードしています。8回の裏ライオンズに選手の交代がありました。メヒアそのまま入りファースト。8回の裏に入りました。オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。キースバッターボックスに入ります。今日は2本のホームランを放っています。切りました。ファウルボールです。いい当たり。浅いフライ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。打ったバッターセカンド待って3塁に向かう。バッターランナーは3塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー3塁です。打順は2番新井。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーは3塁に変わって高め打ちました。さあどうだ。ヒットになった。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。バファローズ大量リードとなっています。今日は代打で途中出場。2回目の打席が回ってきました。前の打席はツーベースでしたからね、今日はバットが触れてるようなんでここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。3球目打ちました。外崎が抑えています。ワンアウト。バッターは DH 小栗。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。打ちました。ピッチャーゴロ。ボールを拾って一塁送球。これで4打席連続のヒット。ランナー三塁一塁となりました。最初は変化球できました。打ちました。このフライはどうだ。落ちるか。取りました。サードランナータッチアップ。バックホームする。サードランナーホームイン。セカンド送球。バファローズ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。バファローズちょっと一方的になっています。バッターは守備交代から起用されている吉田。
初球打ち、ここはフライになっています。ギャレットが抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。今日は見事な完封で白星を挙げました。オリックスバファローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。これで7連勝です。里崎さん、見事な完封勝利です。本人はもちろんですが、ベンチ監督としても嬉しいですよね。そうですね、まあ完封したんで当然なんですけど、今日は本当に素晴らしいピッチングでしたね。そうですね、圧巻のピッチングを見せてくれました。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のライオンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが快勝ということになりました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりでホットモットフィールド神戸から失礼いたします。好天に恵まれましたホットモットフィールド神戸です。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対埼玉西武ライオンズの2回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、連勝が続くとだんだんと先発ピッチャーがプレッシャーに感じるとも聞くんですが、いかがですか。まあそうですよね、そろそろ負けるんじゃないかなっていうことを考え出しますね。なるほどね。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには源田。まあ彼はバンドがうまいですから送ってもいいでしょうね。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、滑り込んでアウト、盗塁失敗。見事に盗塁を阻止しました。これはね、バッテリーの勝ちですね。守ります。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあ勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはね、やっぱり欠かせないですよね。そうですよね。セカンドベースメン殿崎シューター。サードベースメン、ライオンズマウンドに上がるのは先発の今井。さあバファローズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。さあバッターはキース。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。最初はボール、おっと空振り、真ん中でした。インコースファウル、打ちました。大きな打球になった。この当たりはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。これで8試合連続安打、ノーアウトランナー2塁です。さあバファローズ一打先制のチャンスです。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには新井入っています。打った、ライト下がる、抜ければ先制ですが、ライトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点を先制しました。ライトオーバーのタイムリーヒット、1対0。
バファローズ試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。初回からのタイムリーヒット先制です。ここはどんどん攻めたいですね。初球は何から入ってくるか。見送ってまずはストライクです。ここは見ます。3球目は何で来るか。打った、ライトに強い打球、ライト下がっていく下がっていく、ライト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、2対0になりました。バファローズ2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。このゲームは打撃戦となっていくんでしょうか、それとも一方的になるんでしょうか。今いい流れが来てますから、得点するならここですね。改めてお聞きします。バッターの小栗、どういうバッターなんでしょうか。ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。そうですか。痛烈な打球、高く上がった、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ4対0、主砲の一振り。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いや、彼らしい見事な一打でしたね。初回の攻撃はどこまで続くことになるんでしょうか。バッターは九里、昨日は猛打賞を記録しています。しっかり勝利に貢献しましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。バファローズホームランで得点を挙げて、打った、これもいったか、大きな打球が入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした、しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。オリックスバファローズ5対0、クリーンナップから飛び出した一発になりました。今のバッティングご覧いただきましょう。いや、本当にうまく反応しましたよね。初回から打線絶好調、しっかりとつながっています。バッターは注目のルーキー多田、前回のゲームでは猛打賞を記録しています。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。バファローズホームランで得点を挙げています。これが2球目、胸元へ決めてきました。ストライクです。打ちました、これはスタンド切りました。ファールボールです。大きく外れてボールです。インサイド落ちました、入れました。ファールボール、ツーボールツーストライクです。打ちました、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、レフトオーバー、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで6連打、ノーアウトランナー二塁です。甘いコースでしたが見送っています。内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクです。打った、大きな打球になった、これはどうか、外野へまだ伸びている、センター左へのヒット、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、6対0になりました。バファローズなおもチャンスです。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、7対0、バファローズリードを7点に。ここは当然という交代でしょうか。ライオンズピッチャーを変えます。
マウンドに上がるのは2番手のギャレット。さあマウンドを任されたのはギャレット。今シーズン5試合目の登板です。昨日に続いてマウンドに上がります。打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで9連打。ノーアウトランナー三塁二塁です。初球は大きな変化球、ボールになります。ドカーンと大きな当たりです。打った瞬間確信、入った。スリーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスには2番新井。先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。勝負強さを発揮してくれましたよね。打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。そうですね。打ちました。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。センター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。さあまず1球目、まずは見送ります。ワンボール。まあ、ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど、そうですか。よどい球、わずかに外れています。さあ4球目は何か。この球は外れました。これで3ボール。打ちました。ヒットになった。三塁へ送球。これでマルチヒット。ノーアウトランナー三塁一塁。バッターは今日 DH に入っている小栗。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。はい、一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。そうですね。ノーアウトでランナー三塁一塁としています。打った。大きな打球になった。ライトバックバックバックする、入りました。ホームラン。スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン。追加点が入りました。オリックスバファローズ13対0。これぞ4番という仕事をしてくれました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の佐野。さあマウンドに上がったのは佐野。今シーズン2試合目の登板です。ファウルになります。打ちました。伸びていく。この打球は落ちそうだ。右中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。抜けたような感じになりました。大きく外れます。引っ張った。ショート取った。一塁送球。これで2試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。バッターボックス牧師。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。デッドボールのランナーが出て満塁となっています。打った。高く上がった。レフトセンター下がっていく下がっていく。ボールはそのままフェンスに直撃。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。バファローズが突き放します。フェンス直撃のタイムリーヒット。15対0。バファローズなおも三塁二塁のチャンスです。まず大きく外れてボールになりました。
高め打ちました。これはどうだ。外崎一塁送球します。アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッターヒース、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。さあ2球目は何か。ボールになります。ボール先行です。打ちました。高く上がった。レフト下がっていく、下がっていく。スタンドには届きません。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン。追加点が入りました。オリックスバファローズ、フェンス直撃のタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。ライオンズピッチャーが変わります。左バッターが続く場面でマウンドに上がったのは小川。さあマウンドを任されたのは小川、今シーズン2試合目の登板です。まずはボールから入りました。次が2球目。低め、いいところに決まった。引っ張った。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点追加します。目の覚めるようなタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。バッターボックスは3番トレーシー。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。膝元へ曲げてきましたが外れます。打った。ライトに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている。伸びてフェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になってきました。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。今日はバッティング絶好調。3打席連続のホームランとなるでしょうか。いや小宮山さん、本当に怖いバッターですよね。まあ、無理に勝負はしなくていいんじゃないでしょうかね。さあ勝負してくるのか。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。3塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。バファローズ大量リードとなっています。打順は5番クリ。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。真ん中、あっという間に2ストライクです。打った。大きな打球になった。ライトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー三塁二塁。これが1球目。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。インコース、これは外れます。これは内へ外れます。切りました。ファールボールです。次が5球目。打ちました。この当たりはどうか。伸びる、伸びていく。ボールはそのままフェンスに直撃。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って、今ホームイン。バファローズが突き放します。フェンス直撃のタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になっています。バッターボックス鈴木、先ほどの打席はデッドボールでした。初球変化球にタイミングが合いませんでした。打った。スタンド一直線、文句なし。入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。オリックスバファローズ見事な一発が飛び出しました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたです。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の平。さあマウンドに上がったのは平、今シーズン4試合目の登板です。
打ちました。伸びていく。ここはフライになっています。ストレートを打っていきましたがセンター掴んで2アウト。バッターボックスは9番吉田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。これも初球打ち。これは浅いフライ。初球から積極的に行きましたが取りました。アウト。しかしこの回バファローズ先に点を取りました。バファローズ先制です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。ストライクになります。ワンボールツーストライク。振ってくれませんでしたよね。はい、高めストライク。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターボックス山川。ワンアウトランナー一塁です。高めちょっと外れたか。これが3球目。引っ張った。ボテボテ。ショートが前に来る。牧師アウト。2アウト。バッターボックスには指名打者の栗山。ライオンズ2アウトにはなりましたがランナーを進めています。変化球を見極めます。インハイ見送ってストライク。打ちました。弾き返した打球はライトへ。この打球はフライになっています。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ランナー出ましたがライオンズ得点はありませんでした。バファローズ大量リードしています。2回の裏オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。バッターはキース。先ほどの打席でタイムリーツーベースを初球打ち。ライト下がっていく下がっていく。ライト見送った。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。バッターは2番新井。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。打点を上げてチームも勝ってるんでここは余裕を持って臨めてるでしょうね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。さて今日のライオンズの先発は序盤大量失点で交代した今井。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。打ちました。これは大きい。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。これが初球。打った。センターに大きな打球。センターバックセンターバックする。センター深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になってきました。バッターボックスには5番クリ。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。いやちょっと今日はタイミングが。初球打ち。ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。打順は6番羽田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやそうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。インサイド打球はセンターへ。ここはフライになっています。金子が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。バッターは9番に入っている金子。ヒットでランナーを1塁に置いています。引っ張った。取った。2塁送球。2塁アウト。1塁転送アウト。ダブルプレー。3回の裏に入ります。7番から始まるバファローズの攻撃。鈴木バッターボックスに入ります。先ほどの打席でツーランホームランを。初球打ち。伸びていく。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー2塁です。さあ初球は何か。打ちました。取った。1塁へ送ります。アウト。ワンアウトです。バッターボックス吉田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナー3塁です。甘いコースですからね初球から行ってもらいたかったですね。
これは低めストライク。すぐに追い込みました。3球目打ちました。この打球は落ちそうだ。センターの前に落ちました。ヒット。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。バファローズ大量リードとなっています。打順はトップに帰ってキース。先ほどの打席でソロホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。また牽制。一塁はセーフ。高めギリギリです。147キロ。打ちました。いい当たりだ。ライトが追いかける。ぐんぐん打球そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。低めでしたがしっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。追加点が入りました。オリックスバファローズ鮮やかなホームランを見せてくれました。打席には2番バッター新井。バファローズホームランで得点を挙げています。打った。取りました。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックストレーシー。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいです。これも初球打ち。これは大きい。伸びていく。積極的に行きましたが最後はライトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ3点を追加しています。4番バッター中村。前の打席ではファーボールを選んでいます。デッドボールのランナーが出ています。アウトコース見送ってストライクです。149キロ。アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り。これでツーアウト。5番バッター殿崎。先ほどの打席最後は初球打ち。センターに打球伸びる。この打球はフライになっています。最後はセンターフライ掴んで3アウトです。ランナー出ましたがライオンズ得点には至りませんでした。バッターボックスは4番小栗。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。そのあたり初球打ち。これは大きい。伸びていく。これはライトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで5打席連続のヒット。ノーアウトランナー2塁です。初球は何で来るか。まず大きく外れてボールになりました。いいまっすぐですね。はい、アウトコース空振りストライク。153キロ。バッターの栗、今シーズンの得点圏打率は7割8分。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になっています。バッターボックスには6番多田。まず何を投げてくるか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。牽制セーフ。低めは外れました。ボール先行です。さあ3球目は何か。打った。左中間に強い打球。これはどうか。真ん中を破りました。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になってきました。ライオンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは平井。さあマウンドを任されたのは平井。今シーズン5試合目の登板です。いやちょっとヒヤッとしましたね。まあ、ピッチャーが変わった初球は狙われてますから、安易にストライクを取りに行くと危険ですね。なるほど、そうですね。切れていきます。ファウル。いや際どかったんでよく見ましたよね。インローのストレート。痛烈な打球。高く上がった。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。追い込まれてから